はい、白です。今回ですね、ソーラーシェアリングの普及を後押し、推進連盟が設立進行を開催というニュースですね。ソーラーシェアリングは、まあ、ご存知の通り、太陽光発電とその下にちょっと台を乗せてですね、えー、太陽光発電を少し高めのところ、まあ、2メートル50とか3メートルぐらいですけども、ところに設置して、その下にですね、さまざまな作物を作るという方法ですね。だから、 太陽光発電と農業の、えー、二毛作というふうに言ってみているところもいますね。はいまあ、そこでのちょっとあの後押しがです、ね、この農林水産省も入ってきたというところですね。ちょっと本部読んでおきますソーラーシェア。ソーラーシェアリングの追い風を受けて新たな団体が設立された太陽光発電と農業の融合を目指し各地で取り組みを進めてきた草的に 草分け的なキーパーパソンが集結。設立記念シンポジウムの様子をレポートするということですね農地の上で太陽光発電を行う営農型太陽光発電いわゆるソーラーシェアリングへの関心が高まっているすでに全国1200か所以上ですごいですねもうそこまで増えてきてるんですねで導入されているソーラーシェアリングだが2018年5月15日には農林水産省がこれを積極的に後押しする促進策 農村振興局長通知を発表し、導入拡大の動きに一層の拍車がかかった。こうした状況を踏まえ、ソーラーシェアリング推進連盟は、同年5月31日、城南信用金庫本店大会議室、東京都品川区において、設立記念シンポジウムを開催したということですね。こんな感じです。で、同連盟は、ソーラーシェアリングの普及促進と、 幅広い業界関係者のネットワーク形成を目的に2018年4月9日付で設立された一般社団法人最高顧問にはソーラーシェアリングの発案者である長嶋昭氏 CHO 技術研究所代表が就任し、顧問には吉原剛氏城南信用金庫顧問佐藤与右衛門氏全国ご当地エネルギー協会代表理事 会津電力代表取締役社長が名を連ねると。代表理事は、えー、馬上常二氏、千葉エコエネルギー。これ人はよく出てきますね。あの私の,この動画のチャンネルなんかでも出てくるんですけど、千葉でね、結構大規模にやってますね。理事は、えー、飯田哲也氏、環境エネルギー政策研究所、高澤誠氏、えー、ソーラーシェアリング、えー、上層鶴舞、 まあ上層ですからね、これも千葉に近いですね。えー、椿茂雄氏、えー。これね、なんつったっけな、名前忘れちゃったんですけど、これも千葉でやってますね、ソーラーシェアリング。他、か、幹事は東光弘氏、市民エネルギー千葉おー、井上康子氏、宝塚すみれ発電、近藤恵氏、飯舘電力。これもね、後で出てきます、こういう人たちも。幹事の人ですね。など、各地でソーラーシェアリングに取り組む第一人者が集結したということですね。 まあ、こシンポジウムですけれども、まあ、ほぼほぼこのゲーム連盟を作ってですね、まあ、これに入らないとなんかとかですね、まあ、得意の農水省の、うん、なんていうのかな、こういうのあんま良くないなとは思うんですけどね。まあいいんですけどね、あのいろいろノウハウをね、あの融通し合うとか、まあ、城南信用金庫が出てますから、こういうところに融資をするっていうことで、最近ですね、ソーラーシェアリングに関しては、 あのまあ、太陽光発電もそうなんですけど、あのー、銀行がです、ね、ガンガンに融資してきているというところの背景もありますね、でソーラーシェアリングですと、営農もありますので、よりです、ね、人が、あのー、しっかりとです、ね、根付く感じ、あるいはメンテナンスの面で、すねそこら辺がしっかりできそうな感じがしてきますよね。で、農ー水産省も,もソーラーシェアリングを促進策を発表ということですね。 シンポジウムではゲストスピーカーとして農林水産省再生可能エネルギー室の鎌田智也室長が登壇2018年5月15日の発表の促進策を中心に農水省としてもソーラーシェアリングの普及に本腰を入れていく考えを示し,した再生可能エネルギー発電設備が農産漁村に立地することで地域の一次産業は元気になり地域が活性化することにもなり得ると考えていますソーラーシェアリングに関して言うと 営農と発電の両立によって農家の皆さんの収益向上になりますし増え続ける耕作放棄地の解決策にもなりますと鎌田氏こうした観点からソーラーシェアリングは行いやすくするように規制を緩和し包括的な促進策を取りまとめたという促進策の最大のポイントはソーラーシェアリングのための農地の一時転用許可をこれまで3年間から10年間に延ばしたこと これまではソーラーシェアリングを始めても3年ごとに許可を取り直さなければならず事業の継続性が確約されないことから資金調達の足かせともなっていたこれが10年に延長されたことは資金調達の円滑化という意味でも大いに役立つものと期待されるうーんまあこれだけなのかなまあ確かにね伸びるのはいいことですけどね 10年の一時転用許可が認められる条件は以下の3点これ以外のケースは従来通り3年以内の一時転用許可となる担い手が所有している農地または利用権などを設定している農地で当該担い手が株農地で営農を行う場合、まあ、要するにねあのきちんと担い手がいるかどうかっていうところですよね農用地区区域内を含め公配農地を活用する場合、まあ、これは工作法基地ですよね 農薬域以外,以外の第2種農地、また第3種農地を活用する場合。まあ、この3つが、ね、多分ないとダメなんですよね。工作法規定でやるにしても、そういった条件を満たしているということじゃないと難しいよということですよね。まあ、10年で一時転用ねっていう場合でもですね。この他の促進策としては、ソーラーシェアリングの留意点、注意点をまとめたチェックリストの作成。 有料事例の紹介各地の地方農政局にソーラーシェーデリングのための相談窓口を設けることなどが挙げられた鎌田氏はこういった一連の促進策を推進策を金融機関の皆さんにもご理解いただいてお金を借りやすくするようになるようにできればと思っています一方で発電優先で農業をないがしろにする事例が出てきかねないという懸念がはあるのでそういったことへの対応もしっかりと考えていきたいと話すと 要するに、ね、ソーラーシェアリングつっ,ってもですね、そう、発電だけしかやらないよっていうのが困るよっていうふうに、農水省は言ってますけどね。ただね、私もちょっとお話をしてますけれども、確かに営農者がね、いることが必要だって言いますけれども、このね、太陽光発電が行われるっていうことは、あの、まあ、後々ですよ。 あのやっぱりロボット化とか AI 化がどん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 進んでくることによってやっぱりその人の手だけじゃなくてロボットの手によってその農業が行われることがあの多分ね当たり前になってくるんじゃないかなと思いますそこを見越している人たちがねこういう方たちはまあ多いんじゃないかなと思うんですけどね城南信用金庫なんかはねもう何年と そう、お金を貸すわけですから、そういったところもね。見てやっていくんじゃないかなと思いますね。これに関してはまたね。第2弾があるんで、そこもちょっと楽しみにしてみてください。どうもね。最後まで聞いていただいてありがとうございます。